ミカエル7世、ドゥーカス、パラピナケスは、東ローマ帝国、ドゥーカス王朝の皇帝。コンスタンティノス10世、ドゥーカスと、エウドキア・マクレンボリティサノコ。パラピナケスは、4分の1を失ったという意味のあだ名。彼の治世中、それまで金貨1のミスまで1メディムノス変えたのが、物価上昇で4分の3メディムノスしか変えなくなってしまったことに由来する。1065年。 グルジア王女マリアと結婚。長男、コンスタンティノスを設けた。1067年の父の死後、本来ならばミカエルが後を継ぐはずであったが、幼少であったために母、エウドキアが女帝として後を継いだ。しかし、翌1068年、民衆や貴族の軍事政権受立の希望によりエウドキアは退位し、その母と結婚したロマノス4世ディオ・ゲネスが後を継いだ。 ところが1071年、そのロマノス4世が申請したマンズイケルトの戦いで、セルジューク朝に大敗し、ロマノス自身も捕虜となってしまったため、エウドキアは夫を廃して、息子のミカエルを皇帝として即位させた。同年のうちに、セルジューク朝から釈放されたロマノスは、ミカエル7世の即位を認めず抵抗したが、捕らえられて盲目にされた上で追放されてしまった。 これによって敗戦後に、ロマノス四世とセルジューク朝が結んだ和議が保護になってしまい、セルジューク朝はこれを口実に帝国への侵略を開始し、これ以降、小アジア領の大半が奪われていくことになった。ロマノス四世の大敗やその後の定位をめぐる内紛を見て、帝国政法でも動きが起こった。1071年、ノルマン人が、 東、ローマ領であったイタリア南部に進攻し、同年のうちに最後の拠点であったバーリを陥落させた。こうして、ユスティニアヌス一世の時代以来続いていた東、ローマ帝国の南イタリア支配も終わりを告げた。さらに相次ぐ内紛や戦争のため、帝国経済も大きく動揺した。寒岸、ニケ法律室を徴用して、穀物貿易を先売化し、 穀物価格の統制を図ったが、これによって、穀物価格のみならず一般の物価も上昇したため、怒った民衆は政府の倉庫を襲撃、破壊した。1075年、妹テオドラ・ドゥカイナ・コムネナを、ベネツィア共和国のドージェ・ドメニコ・セルボへと継がせた。末妹ゾエは、アレクシオス・コムネノスの弟アドリアヌスと結婚した。帝国内部においても、 ノルマン人傭兵隊長ルセールドバイユーやニケフォロス、ブリュエンニオス、ニケオフォロス・ボタネアテスなどの軍事貴族の反乱が各地で続発した。このような中、1078年1月7日、首都コンスタンティノポリスの民衆は、ハギアソフィア大聖堂で、まだ小アジアにいたニケフォロス・ボタネアテスを皇帝に擁立。ニケフォロスは首都へ向かって進軍した。これにこして、 首都では反乱が起こると、ミカエル・ナラセイは対して修道院へ入った。ありがとうございます。